まあ、こんにちは。結果に貪欲になるね。まあお金を稼ぐことで目的を止めるとなんかちょっといやらしい感情が残るんですけども、やっぱね、自分の大好きな子供に満足に食べさせてあげたいとかね、それからお父さんお母さんになんか豊かな老後を送らせてあげたいとかで、自分の大切な人をなんか豊かにしてあげたいとか、こういろんなね、なんですかね、不都合を叶えてあげるのには、まあ、最もシンプルなのは、まあ、お金で解決するっていう方法だから、お金が欲しいんですよってことなんですよね。まあ、持続化給付金とかね、定額給付金みたいなのありましたけども、あれがどうしてもね、なんで10万欲しいのかっていうと、自分の暮らしもそうだけども、家族とか子供とかお父さんお母さんに施してあげたいっていうところがあるからだと思うんですよ。その気持ちは非常にいいと思うんですよね。でもそれをどっかからもらってきたお金でやるってことになると、そのくれる人依存になっちゃうんで、だからビジネスということによってね、誰かのお役に立てたお礼としてお金をもらえる、そのお金で誰かにまた貢献してあげて喜ばれるっていうのが、まあ愛情の形かなと思うんですよ。で、逆にお金を使わない愛情表現って相当レベルが高いんで、これはね、なかなか難しいと思うんですよね。まあ、できる人がいたらそれをやってもらってもいいと思いますけども、やっぱりいつもいつもはできませんから、やっぱりこうお金にね、やってもらうってこともあるのかなと思うんですよね。まあ、その意味でやっぱこうビジネスをなんとか自分のものにしてね、でそのビジネスによって問題解決をしていくっていう日々が、まあ、この社会で生きるってことなのかな、資本主義経済を乗りこなすってことなのかなと思っちゃいますね。やっぱお金をくれるくれないになると、くれる人の気分次第になっちゃいますんで、まあ、お金を貸す貸さないもそうですしね。でもやっぱりビジネスになってくると、困った人の問題解決をしてあげる対価として当然のようにお金いただけるので、非常にこうやりやすいかなと思うんですよね。例えば前回私ポルシェの話しましたけども、ポルシェに乗りたいって希望を叶えるためにはポルシェを買うのが一番手取り早いし、まあ、レンタカーでねポルシェを借りるっていうのもあるんですけども、私みたいなね田舎になると高級会社って別にレンタルしてないんですよね。普通のなんかトヨタカローラぐらいしかレンタルがなくってできませんから、やっぱりこう販売店で買うってことによって、買えばね販売店も商売続けられるんで、これから車が欲しいなって人のニーズにも応えることができるんで、やっぱり両方ともいいのかなと思うんですよね。まあ、そういった意味でやっぱこう結果に貪欲になることってのは非常に大事かなと思いますし、よいしょ、こうやってね、ヤマト君今日ね、電車見に行ったんですよ。あー、バイバイザーイ。電車を一緒に見に行ったんですけどね、電車を朝から見に行けるのも、まあ、お金によって暮らしが支えられて、今日ね、労働しなくていいっていうところがあるかもしれません。キラキラしてる。でお金がないと労働を差し出して対価を得るってことを日々やらないといけないんで、やっぱり限界来ちゃいますよね。でも今はやっぱりこう IT を中心として自動化することができますんで、その自動化をうまく操ることによって、自分は動いてないけども、その仕組みがシステムが私が働いてるのと同じかそれ以上のパフォーマンスを出すってことは本当にできるようになってきたなと思うんですよ。これをね40過ぎてからやるっていうのは結構しんどいですよ、やっぱりね、大和くんね、やっぱ20代ぐらいだったら、私が、まあ、22、3歳だったらよし職業の一つで IT 選ぶぞってなるんですけども、なんかね店をね20年やってきて、そっからの方向転換しんどいですよね。でもあのままやってたら、なんかね2ヶ月後には私も破産でしたね、あの時はね。イエーイ、今こうやって元気に暮らさせてもらってます。イエーイ、万歳。じゃあまた、吉田さん。